おはようございますめげりかみたちです今日は美味しいウィットルを使ってウィットルアラフロロンティーヌ牡蠣のフローレンス風を作っていきます動画の中でウィットルの開け方、あとサバイオンの作り方を詳しく解説していきますそれではウィットルアラフロンティーヌ一緒に作っていきましょうまず牡蠣ですけども開ける前によく水で洗ってください 表面汚いことがありますのでよく洗っててから開けていきます、えー、このように平らな面を上にしてこの下との間隙間のところに包丁を入れます包丁といってもこれはかき専用の包丁になります、えー、このようにちょうど間に入れてあとは包丁を滑り込ませます ちょうどこの刃の入った先のところに貝柱がありますのでそれを切り離してあとは開けていきます開けた後最初の液体中に入っている液体は捨てて新鮮かどうかを確認するのはこの縁を触ってこのように筋肉が縮んだら新鮮な証拠です今回は一度火を入れてからグラタンにしますので 貝殻から外しますそれではもう一つ開けますちょうど上と下の隙間に包丁を入れて包丁が入った先にある貝柱を切りますそして上を開けていきます、えー、この開ける時ですけども今回素手でやってますけども必ず軍手もしくはトーションなので手をカバーして貝を開けてください もし包丁は滑って手のひらに刺さるととても大きな怪我になります必ず手袋などをして開けてくださいこのように牡蠣を開けた後牡蠣自身から液体が出てきますこの液体で牡蠣一つ一つきれいに洗っていきます、えー、こうすると開けた時に貝殻の破片などが入っていることがありますのでそれを防ぐために一つずつきれいに洗います 残った液体はこしてから牡蠣に火を入れるときに使います、えー、このように結構破片が残っていました今回は白ワインを入れてこれから一度沸かして牡蠣に火を入れていきますきっちり一度沸いたところに先ほどの牡蠣を入れますきっちり沸いて温度が上がったところに牡蠣を入れて さっと表面だけ火を入れるイメージで温度を上げてきます今回のようにグラタンにするときは前もって軽く火を入れていく方が後で水が出てきませんので美味しく仕上がると思います温度が上がってきたら液体のまま一気に冷やしていきます液体ごとボウルに移してこのまますぐに氷水に当てて 一気に冷やします液体の中で冷やすことによって牡蠣から余分な水分が蒸発せずにしっとりと仕上がります続いてフロンティーヌという名前が付けば必ずエピナが入っていますので重要なエピナの掃除をしていきます、えー、フランスのエピナですけども日本でいうチミホウレン草によく似ています肉厚で歯が大きい状態ですこのように 葉っぱの部分をたたんで軸の部分だけを取り除いていきますこのように葉っぱの部分を取って軸の部分を引きちぎっていきますこの後よく水で洗います、えー、水洗う時ですけども2回3回きっちりと洗ってください結構砂が噛んでいます えー、このように洗った後底を触って砂が溜まっていないか確認して砂が溜まっていなければ洗わなくていいです、えー、今回2回で済みましたけども結構砂が噛んでますのでよく注意して洗ってくださいそれではブランシーしていきます多めの水に塩を入れてきっちりと沸かします沸いているところに先ほどよく洗ったピナを入れてさっとブランシールしていきます基本的にフランスのエピナーですけども さっと一度ブランシールしないと結構アクが強いので食べづらいと思いますさっとブランシールしたらこのまま氷水冷たい水にあげてよく水気を絞っていきます水気を切ってよく絞ったエピナーをコンカッセにしていきます 続いてエシャロットをエチベする時に使うガリンチュールを切っていきますまずはエシャロットエプーシェして半分に切ってから細かく縦に切り目を入れてあと横にもう一度切り目を入れてこのまましずれしていきます、えー、この時根っこの部分はつけたままの方がしずれしやすいですよく切れる包丁を使って前後に包丁を動かしながら切っていきますニンニクも同じように細かく縦に切り目を入れて あと横に一回包丁を入れて細かくしずれしていきますそれでは鍋を温めてそこにバターを入れて溶かしていきます溶けたところに先ほど用意したエシャロットとニンニクのしずれを入れて色をつけずにゆっくりとシュエ火を入れていきます 軽く使用して色をつけずにきっちりと火を入れていきます。ここで重要なポイントですけども、シュエをするときは色をつけずにきっちりと火を入れます。ここで火が入りきっていないと他の具材を入れたときに最後までエシャロットの着々した感じが残ってしまいます。ですのでシュエと言われれば色をつけずにきっちりと火を入れていきます。 先ほどのエピナ、軽くブランシールしてるだけですですのでこのままシャロットとニンニク、あとバターとあえてゆっくりと味をなじませていきますもちろん塩コショウで汗染めして、よくエチュベしていきますほうれん草がいい感じになじんできたらここで 生クリームを入れます今回使っている生クリームはクレームイージーニを使っていますクレームイージーニを入れたらよーく和えてよーく混ぜていきますここでフレッシュの生クリームを使ってもいいんですが今回使った理由としてはクレームイージーニ結構酸味がありますですので今回牡蠣と合わす時に軽く酸味がある方が美味しいと思ったのでクレームイージーニを使っています 最後もちろん塩コショウで味を整えて最後にノワドムスかナツメグを吸ってこのほうれん草のエチュベは完成になりますもちろんここで味見をしておきます次に先ほど火を入れておいた牡蠣を処理していきますきっちり液体の中で冷ましたものを引き上げて紙などで水分を取ります 本当に軽く表面だけ火が入っていますそしてこのまま半分に切って準備していきますやはり牡蠣このお腹のぷっくりしたところも美味しいですけども貝柱の部分も非常においしいですですのでこの部分両方とも今回はグラタンに使いたいと思いますそれではバットの上にアルミホイルを 置いてその上に殻を置いてきます、えー、この方が安定しますのでもしくはアラジなどの上に置いて調理しても問題ないと思いますそれでは先ほど調理したエピナーのエチベを殻の底の部分に置いていきますこの置いたエピナですけどもまだ暖かい状態ですそこに先ほど半分に切った柿を置いていきますやはりこの柿ですけども 一口大のサイズに切る方がグラタンなので食べやすいと思います、えー、殻の上でナイフホーク使えませんのでスプーンで食べる時に半分に切っている方が非常に食べやすいと思います上から軽く黒胡椒を振ってこのまま置いておきますそれでは上からかけるソースサバイオンを作っていきますキュイソンドユイトル牡蠣の煮汁に白ワインビネガーを入れて半分まで煮詰めていきます 急一ンが半分まで煮詰まって粗熱が取れたところに卵黄を入れます。卵黄を入れたらすぐに泡立て器でほぐします。そしてサバイオンを描いていきます。火加減は弱火で笛を8の字に動かしながらサバイオンを描いていきます。この時ですけども鍋の縁を触りながらサバイオンを描いていきます。えー、こうすることによって鍋が熱くなりすぎません。 鍋が熱くなりすぎると卵に火が入りすぎてしまいます。なので温度を管理しながらこのようにサバイオンを描いていきます。このサバイオンですけども温泉乳化ソースの一つで他にはオランデーズソース、ベアネーズソースなどがあります。また他にオランデーズ、ベアネーズソースを詳しく解説した動画があります。またそちらを参考にしてみてください。ここできっちり卵に火が入ったので フレッシュバターを入れてモンテオブルバターーをを入れててソースを仕上げていきますバターをモンテする段階で火は切っています余熱できっちりとバターを溶かしてソースを仕上げていきますここで23分180度に温めたオーブンに先ほどの牡蠣を入れて温めますサバイの方ですけども味を締めるために少しだけレモン汁を入れます 23分たって牡蠣が知恵度になっていますその上に先ほどのサバイオンをかけていきますソースを牡蠣の上にナッペしていきますきっちり牡蠣が隠れるようにソースをかけていきますソースをかけ終わったら1 8 0度のオーブンに入れて5分ぐらいきっちりとグラチにしていきます それでは盛り付けていきますお皿の上に粗塩を置いてグラチネしたユイットルを置いてきますあと横にレモンを添えて今回のユイットルアラフロンティンの完成です、えー、このお料理オリジナルではソースモルネベシャメルに卵チーズを入れたソースをかけますけども今回は軽くサバイオンで作ってみました 最初に軽くポッシュすることによって2回目のキュッシュグラチネするときに牡蠣から水が出ません。ぜひ試してみてください。それでは味見したいと思います。レモン汁をかけてスプーンで食べてきます。いただきます。えー、牡蠣ですけども半分に切っているのでスプーンで食べれます。 え非常に牡蠣の味が濃縮して非常に美味しい料理になっていますぜひ挑戦してみてくださいそれではお疲れ様でしたボナペティー